北海道大学水産学部の在学生の活躍をご紹介します。北海道大学水産学部資源機能科学4年の西崎です。私は生物域化研究室で水草バイオフィルム由来の青子殺草細菌に関する研究を行っています。水面が緑一色になる青子は悪臭や毒素の酸性により沿岸環境や淡水資源の利用に甚大な被害を及ぼします。これまで様々な青子対策が取られていますが、より低コスト低環境負荷な青子対策として青子の原因藻類を殺す殺草細菌の利用が注目されています。殺草細菌は水草表面のバイオフィルムという微生物が作り出す膜に高密度で存在しますが、実際の青子に対して効果的かつ確実に利用するにはまだまだ解決すべき点が多いです。この殺草細菌に関する知見を集めることを目的の一つにして実験を進めています。殺草細菌が生息する水草は春から秋にかけて2ヶ月に1回程度大沼へと採取しに行きます。そこで採取した水草表面のバイオフィルムから細菌を分離し、青子とともに培養することで殺草活性があるかを調べています。殺草活性が確認された細菌の DNA を PCR で増殖し、遺伝子配列を調べることで種の同定を行ったり、大量に培養して成分を分離することにより殺草細菌が産生している物質の構造決定を行ったりと、さまざまな実験を行っています。この研究室では実際にシュードモナスという細菌から新規化合物ピオルテオリンを発見しました。これまでに大沼から採取した殺草細菌は研究室にて保持していますが、その多くは培地を経るごとに殺草活性を失っていきます。なぜ活性が失われるのか、細菌の中では何が起きているのか、現在この現象について詳細に調べています。